なんかちっせーショットガン持ってけなげに殴ってる。諦めろ、そいつはもう戻ってこない。こうやって俺たちがこいつに時間を割いてる間にも部隊は着々と減っていき、みんなは戦いを経て強くなっていくんだ。こんなな人形になっちまったこいつにかけてる時間俺たちにはないはずだよ。平日の真っ昼間から大事な時間を割いてエーペックスしてんだよ。でも仲間だから。鉄の塊がよく言ってくれたもんだぜ。何？あ、本当のこと言っただけだろ。お前はロボット、所詮鉄の塊なんだよ。なんでそんなこと言うの？あ、ごめん、さすがに今のは俺も言い過ぎた。仲間なのにな。お、僕たちは仲間、友達だよ。そうだよな、大事なことを忘れていた気がする。お、お待たせみんな。おお、戻ってきたか。みんな俺のことを信じて待ってくれててありがとう。いいや、それは違うぜミラージ。お前のことを信じて待っていたのはパスファインダーだけだ。俺はその、ううん、そんなことないよ。エル・アンドラーデさんも一緒になって君を移動してたのさ。え、パス。おお、そうだったのか。お前たち二人ともいいやつだな。お前たちとチームになれてよかったぜ。おお、そうだな。いいやつ、パス。いい話だな。涙なしには語れない。